トマトペーストトマトペーストはトマトを調理することで作られたペースト。水分含有量を減らすために時間をかけて種子や皮を取り出し豊かな濃縮物に塩気を減らすために再び液体状に調理する。パスタ、スープ、煮込み肉などの様々な料理に強いトマトの風味を与えるために使用される。対照的にトマトピューレは砕いて簡単に茹でてこしたトマトから作られた。 液体状のもの。伝統の部品で作られて、トマトペーストは、シチリア、南イタリアとマルタと広がることにより、小さな木製のボード上で、トマトが十分な、厚さになるまでペーストを乾燥させる。このため、暑い8月の太陽の下で屋外にてかき集められ、濃い色の暗いボールにまとめられる。今日ではこの職人技の製品は、工業用に変わっており、入手が困難。 商業生産では、火皮の壁が厚く全体の水分が少ないトマトを使用。これらはスーパーマーケットで一般的に見られるトマトとは大きく異なっている。トマトペーストは20世紀初頭に市販され始める。英国では、トマトペーストは濃縮ピューレと呼ばれている。米国では、トマトペーストは単に濃縮されたトマトの固形分であり、甘味料が添加されていることもあり、同一性基準がある。 トマトピューレはトマトコケーブン要件が低くなっている。ヨーロッパの市場では塩入りのトマトペーストが好まれているが、イスラエルなど一部の中東諸国では砂糖入りのトマトペーストが好まれている。セントヘレナでは伝統的にダンスで提供されていたため、地元ではブレッドダンスとして知られているサンドイッチスタイルで食べられている。トマトペーストは強い味。 特にトマトに見られる自然の旨味を与えるために料理に追加される。トマトペーストが一般的に使用される料理の例としてはパスタソース、スープ、煮込み肉などがある。ペーストは通常調理プロセスの早い段階で追加されキャラメル化するためにソテーされる。製造条件に基づくとペーストはケチャップまたは再構成されたトマトジュースを作るための基礎となる。 トマトペーストを利用した料理にトマト鍋、スパニッシュライス、ミートソースボロネーゼ、クスクス、ラグマン、サルマ、ナゲットソース、サルチャ、サルタ、クスル、クーフテタブリーズイ、カルデレータ、アジカ、キョポール、マンティ、チリクラブ、ザックスカなど多数。ありがとうございます。